Hey guys, and welcome back to my Let's Play of the Sonium Files. Last time where we left off, we saved Mizuki, in a way. So, if you can't remember, she was mute. We ended up syncing with her, and now she is unmute. Looks like there were two pathways during that sync. So maybe if we ran out of time, she would still be muted, which would be an interesting result. Regardless, as of right now, her father is dead. So now she just has no family, or at least no parents. We're only like, let's see, maybe 3-4 hours in, maybe 5 now, I don't know. But man, the game is only just now beginning. I can't even imagine what we're gonna see from here on out. Let's get this over with. Well, let's get this going. That's what you should be doing. Ugh, you hate to see it. You just hate to see it. ひどい顔ね。寝てないの？ Hell no。人が殺されたんだぞ。この状況でぐっすりと眠れるほど。ずぶとい神経は持ち合わせてない。Wait, Peter, why are you here? You seem troubled. 立て続けにあんな事件が起こったんですよ。ヘラヘラと笑ってなんかいられませんよ。Understandable. Any thoughts on the culprit? 沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。証拠の死体からもな。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり、あなたには左目がない、それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね。冗談ですよ。疲れてるんだ、妙なことを言うな。そういえば伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。Yeah, I'm assuming it's in an incident nobody wants to tell me about. 当時のことは何も覚えてない。俺は左目と同時に記憶も失ったんだ。その1年後、私は空っぽになったお前の左の眼下に移植されることになった。したがってお前とはかれこれ5年の付き合いということに。So why are you here anyway?僕がここにいちゃ、行けませんか。Nobody said that, but 沖浦が殺された件で、ボスともいろいろと話を。そこに伊達さんがやってきて、現在に至るというわけです。All right, fair enough. Checks out. Boss? How about you? You getting any sleep? 当たり前でしょ。お偉方との話し合いにマスコミ対応。まだ山のように仕事は残ってるわ。小休止でやっと一息ついたところなの。 So what happened to Mizuki? 今病院で眠ってるわ。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。そうか。母親に続いて父親までも立ち直れるといいんだけど。About Renju. 第一発見者の伊達くんなら分かってると思うけど、沖浦が自殺したって線はほぼゼロね。沖浦は間違いなく何者かによって殺された。Yeah, that is way... 左目が抜き取られていたことから、証拠の事件と同一犯の可能性が高いわ。連続殺人ってわけか。第二サイクロプス連続殺人事件。The new... 本庁の方に捜査本部が設置されて、そう名付けられたんです。第二って、
前にも似たような事件があったんですよ。ピュータ。隠していても仕方がないでしょ。簡単にバレることです。Thank you。テレビでもネットでも今はその話題で持ちきりですし、6年前の事件の犯人サイクロプスがもう一度現れたんじゃないかって。6年前、それってボスが言ってた。Marla didn't want to talk about. しょうがないわね。So, about this incident from 6 years ago. 今捜査本部の方では6年前の事件のこと第一サイクロ事件って呼んでるわ。今回の第二の方と区別するためにね。事件が発覚したのは6年前の10月。秋川渓谷の山中から4つの死体が発見されたの。腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。ただ死体には2つの共通点が。一つは全員若い女性だったこと。そしてもう一つは、4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。亡くなった後でね。 The right eye。 死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。中には、自分がやった、彼女たちは仲間になったのだ、みたいな感じのことがダラダラと記されていて。声明の中で犯人は自らのことをサイクロプスと名乗っていました。そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人族のことだ。天空神であるウラノスと地母神であるガイアの間にできた子供たちで、卓越した火事の技術を持っていたとされている。その声明は本当に犯人が？間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が一緒に同封されていたんです。 Was this person ever caught? いいえ、あれからもう6年も経つのにね。 Bro, what the f- 今回の事件もそいつがやったんじゃ？それはありえないのよ。なぜ？1、第一サイクロ事件で殺された4人は全員女性だった。でも沖浦は男性でしょ。2、被害者の顔から抜き取られていたのは全て右の眼球だった。だけど翔子も沖浦も奪われていたのは左の眼球。さらに目玉を取られたタイミングも異なります。第一の方では4人が死亡した後でしたが、翔子と沖浦は生きている間に。だがそれだけじゃ同一犯ではないと断言することはできないだろう。他に根拠はある。 No, a serial killer wouldn't change their, ごめんなさい、これ以上は言えないの。 What? どうして？国家機密だからよ。なんだよ国家機密って。いいからこのことについては忘れて。昨日も言ったと思うけど、第一の件を知らなくても今回の事件を捜査することは可能よ。なぜなら第一と第二の犯人は間違いなく別人だから。アイボ、第一サイクロ事件の捜査資料を。話している間にデータベースを漁ってみた。だがこれといってめぼしい情報は何も。ウェブの方も同じだ。さまざまな推理は載っていたが、いずれも信憑性に欠けるものばかりで、有益な情報は見当たらなかった。くそ。Alright, so this is an Uchikoshi game, which means that it was probably me all along, and they don't want to tell me. 今のところ、well? 私たちから話せるのはこのくらいね。そうか。伊達さんはこれから捜査に？ああ、もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら？いや、大丈夫だ。行くぞ、相棒。
了解だ。Let's go! Oh shit! 車の加速がいつもより若干鈍い。トランクに何か積んだか？いや。じゃあ。後部座席には？後部座席？ I thought she was in the hospital. みずき！ちょっと危ない！前見てよ前！No. You need to put on your seatbelt, honey. How did you sneak out into the hospital, let alone get into my car? What are you doing here? 病院抜け出してきたの。もしかしたら今頃大騒ぎしてるかもね。Yeah. やだよ、やめてよ。病院なんかいても何にもならないもん。今から捜査に行くんでしょ。私も連れてって、きっと役に立つから。お前みたいなチンチクリンが何の役に立つんだよ。だって被害者は私の実の父親なんだよ。現場で伊達が気づかないことも、娘の私なら気づくかもしれないじゃん。だが、それに自分のパパを殺されたんだ。教員でじっとしてるなんてできないよ。連れてってくれるの？ただし捜査の邪魔だけはするなよ。So, how are you doing? うん、前みたいに喋れなくなったりはしてない。体勢がついたのかな。前回のシンクで伊達が自分の心の傷を癒したのか。That's one way to put it. 関係してるのかもしれないな。Nice weather we're having. 話すことがないなら無理して話しかけなくていいよ。そうか。っていうか伊達はもう大人なんだからそういうのはやめた方がいいよ。急に天気の話を始めるのって、暗に自分は今話題に困ってますって言ってるのと同じだから。可愛くないガキだ。How did you even get in here? 車に乗る10分くらい前かな。鍵もかかってなかったし。ダーティ、bro、what the hell? 古い車が好きなのはいいけど、鍵くらいちゃんとかけなよ。それができないならオートロックがついた車に変えた方がいいんじゃない？お前、盗っ人たけだけしいって言葉知ってるか？しかし、水木の言っていることは正論だ。セキュリティに万全を期せないのなら。私からも車の買い替えを進める。なんで俺が悪いみたいになってんだよ。そう、またさっきいつもの独り言言ってたでしょ。あれ気持ち悪いからやめた方がいいと思うんだけど。 I was talking to Aiba out loud before I noticed Mizuki in the car. That must be what she's referring to.水木は私の存在を知らないからな。ああ、アビスのことを教えちまった以上、もう隠しておく必要もないんだから。説明するのも面倒だしな。Not really. All Aiba has to do is pop herself out. 紹介される準備はできてるぞ。気が向いたらいつでも言ってくれ。婚前の挨拶みたいに言うなよ。しまった。口に出して。だって病院行った方がいいんじゃない。 So, do you want to catch the suspect? うん、私はじっとしてるのが我慢できないだけ。そういう妙な正義感っていうか、中二病みたいなのはもう卒業した。 You're 12! What the hell are you talking about? 卒業って、お前まだ小6だろ。知らなかったのか。水木は一般的な同級生よりかなり精神年齢が高いんだ。
最近はアドラーの心理学の本を読んでいるみたいだぞ。いや、その選手は十分中二病っぽいだろ。About your father. なあ、オキューラについて聞かせてくれ。何でもいいから、何か捜査の手がかりになりそうなこと。パパのことってわけじゃないけど、パパから聞いたママの秘密なら。証拠？秘密？ What was the secret? ママが投資会社の代表をしてたのは知ってる？うん。その会社でやってたの、大掛かりな詐欺なんだって。Oh, snap. 詳しいことはわからないけど、元から潰す予定で会社を作って、わざとそこに投資させて、いろんな投資家から結構な額を騙し取ってたみたいで。あの、証拠が？うん。一人で？うん、もちろん一人じゃないよ。バックには暴力団が。面倒ごとはそっちの人に解決してもらってたらしくて。データベースを調べてみたが、その事件は一度も表立ったことはないようだな。その暴力団とやらが裏で事件を揉み消していたのかもしれん。That does open the door to who could have murdered both of them, especially if they know that, you know, they were once husband and wife. Anyway, I'm glad you're okay. そういう意味じゃない。まったく、なんでだてはそんなに喧嘩腰なのかな。喧嘩腰じゃない。心配してるだけだ。だったらちょっと不器用すぎない？全然伝わってこないんだけど。たく、ああ言えばこういうな。そんなんだからおきゅうらども、だてパパとも。何？何でもない。ほんと、だてってデリカシーないよね。そんなんだからずーっと独り身なんだよ。お前のせいでこぶつきに見られてんだ。本来だったらモテモテだっつう。ま、いくらモテてもロリコンの盾は嬉しくないんだろうけどね。誰がロリコンだよ。さらっととんでもない捏造するな。あー怖い怖い。ロリコンと車で二人っきりなんて人生始まって以来のピンチかも。俺はロリコンじゃないし、仮にお前が成長してもお前みたいな性格のやつは眼中にないから安心しろ。はぁ、伊達にだけは性格のこと言われたくないんだけど。こっちのセリフだ。大人げないおっさん。かわいくないガキだ。All right, let's, good God.Mitsuki and I、walked back into、some. Date-san, お疲れ様です。 I am just out of it right now. その子は捜査資料に目を通してないのか。あ、失礼しました。ここで発見された被害者は。そういうことだ。通らせてもらうぞ。Can I look around yet? No, okay. Okay, so they tied these three together. Jeez, man. This situation is so fucked. Or at least how he died is, because he was.Clearly strangled and was just like left like that with the hook in his mouth. I can only imagine how sharp that hook is, too. Oh, 昨日の監視カメラの映像は、he's probably off the ray. 見ることができない。カメラを管理している PC から
すべてのログが削除されていた。バックアップは？存在しない。クラウドにデータを上げる仕様にもなってなかったようだ。Damn. Oh, you know what? Isn't this place also where, Aset hung out in one of her videos? I think so. The picture of girls on display. Probably the girls that are working here. 気持ち悪い。同感だ。Alright, Mizuki. Notice anything strange? 娘の自分だからこそ気づける証拠がみたいなことさっき言ってただろ。分かってるって。何か気になったらすぐに言うから。Do you remember what you saw last night? 忘れるわけないじゃん。多分ずっと覚えてるよ。死ぬまで一生。You can leave if you need to. だから言ったでしょ。じっとしてる方が辛いんだって。だが実の父親があんな姿で発見された。その現場に娘が平然とやってくるなんておかしい。そう言いたいの。まあ連れてきた大人もどうかしてると思うが。でもこれは私が望んだことだから。逃げたくなかったの。戦いたかったの。自分の中の弱い心と。 Alright, Rinji's corpse was hung by three wires. The wires were tied to three kegs. 樽の容量は20リットル。3つともビールが充填された状態で、重量は1つにつき、およそ。Wait, what did that say? Oh, okay, no, we're good.So 55 times 3 times 165. Huh. Let me see here. Inspector, got any leads? Yeah, 今日になって見つかったものは特に。The chair is just a chair. Huh?Evidence marker. Alright, that did nothing. Look at it again. Oh, no. What's your name? Eh? 耳が遠いのか？名前を聞いてるんだ。鏡と言います。Alright, whatever. Are you getting enough rest? いえ、ここ2日ほどはまるっきり。まあそうなるよな。事件が解決したらゆっくり休むといい。ええ、伊達さんもね。He has not known for me. Yeah, I didn't think that was anything important. I guess we can ask her again. だから気になったら言うってば。Okay, fair enough.I'm guessing this isn't going to say anything new, right? Yeah. This club is located on the second floor of the building. We used the elevator to get here. Huh. Wait, let me check. Let's see. I found it. The record was sent to the computer of the management company automatically. According to that,昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。310 pounds. So, let's see here. Runju weighs less than 165, right? We know that.But
Alright, so the actual hook itself isn't going to say anything new. His name isn't going to give me anything. The counter. What in the hell? このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。72キロの物体をここまで運んでくるのは大変だっただろうな。72キロ。沖浦の体重だよ。Okay. 私は骨格や筋肉、脂肪のつき方から人間の体重を推定することができるんだ。相棒、夕べ発見された時の死体の様子、再現できるか？ああ、もちろん可能だ。Well, can you? Oh, okay, good. Yeah, he was strangled.司法解剖の結果、沖浦の体内からは、ベンゾジャーゼピン系の薬の成分が検出された。これは鎮静剤等に用いられる薬物で、血中濃度が極めて高かったことから、沖浦は死亡する直前まで意識が不明瞭な状態にあったのではないかと推測される。The left eye has been pulled out. 眼球が抜き取られたのは被害者の生存中、証拠の時と一緒だ。Oji and Shoko both had their left eye taken before they were killed. So sedatives were detected in Renji's body. He was barely conscious before he was killed. There are deep impressions left on his neck. そうだ。顔面には鬱血が。また口腔粘膜等には溢血点が見られる。どちらも考察された際に現れるものだ。凶器はねじられた布製のものと考えられる。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたのだろう。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。死亡推定時刻は昨日土曜日の午後8時頃。俺と水木が死体を発見した2時間ほど前か。 So he was killed at about 8. By 9 he was hung up here. And it was like 10:30 I think when we found the body. Jeez.Renju's approximate time of death yesterday was Saturday around 8 p.m. He was strangled by a cloth or something similar from behind. 死体の発見時刻は夕べの10時20分。第一発見者は言うまでもなく、伊達と水木だ。沖浦の死体は天井から釣り上げられた魚のような形で吊るされていた。フックが上顎に突き刺さり、フックにつながれたワイヤーが天井の梁に渡されていた。ワイヤーのもう一端にもフックがあり、そちらはそれぞれ3つのビールダルにかけられていた。ちなみに今のところどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。Ruji's corpse was found hanging from the ceiling beam over the counter.Is that it? I think that's it, right? No, that had to be something else. If,
Otherwise, it would tell me to just leave. Hasn't done so yet. Wait. There we go. The right eye is still there. I don't think the account is going to tell me anything. It's definitely murdered elsewhere and carried here. Well? Anything new? しつこい男は嫌われるよ。ただでさえ、伊達は。ただでさえ、なんだ。いいから早く捜査しなって。ただでさえ、なんなんだ。そんなこと気にしてる場合じゃないだろう。Listen. Oh my God. I'm not gonna take this.So Dory's done. That's done. I already know they're not going to say anything. The cash register? Yeah, that's not going to say anything either. What about kitchen window? Nothing looks suspicious. Okay. Doorway to the kitchen. Yariko.槍ではなく、森と言った方が適切だろう。いわゆるトライデントというやつだ。こいつが殺害に使われたという可能性は？ないな。血の跡が見当たらないし、沖浦の体にも刺し傷はなかった。A trident. It doesn't look like it has anything to do with the case.Oh, nope. Chair's not gonna say anything. Table's not gonna say anything. The window's not gonna say anything. Mizuki? 大丈夫か? Ah, ごめん。ちょっとぼーっとしてた。無理するなよ。こんなの全然余裕だよ。別に、死体があるわけじゃないし。Fair enough.So she's done too, right? No, actually. Inspector? Nope. 本当に平気か? だから大丈夫だって。そんなことより、捜査でしょ? もしかしてだって、私とおしゃべりすることでサボろうとしてない? Listen, I actually have...A box? Look inside the wooden box. There's nothing in there. What's the status? 特にこれといった進展は。Okay, yeah, they got nothing. Huh? Guess now we just...竜宮パスタ1800円。別に普通じゃない？普通なのか。A table can't find any clues. Mizuki acts tough, but deep inside, store's menu. What am I missing?Like, I've probably seen it like 3 times. Something's still gotta be. Oh, yeah, duh. 一本あたりの容量は200リットル。空の状態での重量は20キロ。念のため、中を調べてみるか。Huh?中に何か入ってるな。I step up to the drum. どうやらこいつはオープンドラムのようだ。蓋を開くことができるタイプのドラム缶だな。ああ。開けてみよう。A watch? これは。
Wait, is that Renji's watch? 間違いない。こいつは、オキウラがいつもはめてた腕時計だ。だが、どうしてこんなところに。 Wait, this doesn't make any sense. So, 気になるところは全部調べ終えたか。そうだな。新たな場所で情報を収集すべきだ。水木、もう満足したか？何言ってるの？まだ捜査は終わってないでしょ。だが何人か話を聞いてみたい人がいるの。 I'm sorry, but this makes absolutely no sense. Okay, so the oil drum, 44 pounds. The fucking her dad, 150. We'll say 160 to be generous, right? So that means the oil drum itself was at least 200 pounds. The elevator reported 310 pounds. That means the only person that could have possibly done it that we know of weighs either 100 pounds or less. Well, just above 100 pounds.Who's the only person that could do that right now? Mizuki. Is Mizuki the killer? We really doing this? How can that be? How could she even... Oh, she probably could have rolled the drum, I guess. But like... Bro, what the fuck? What is this? Do you want to talk to Ota? うん。散歩家の常連のオータンなら何か知ってるかもしれないし。そうだ。電話をかけてみるね。オータの携帯は故障中だ。水たまりに落としたらしい。まったくオータンはドジだな。話を聞くには本人を探すしかないな。多分レムニスか松下食堂にいるんじゃない。Do you want to talk to Iris? イリスはパパが経営してる芸能プロダクションレムニスケイトのタレントだし、それに前にこのお店で働いてたこともあるから。何か知ってるかもしれないと。待ってて、ちょっと電話をかけてみる。Mizuki tried calling Iris, but there was no answer. Oh, hell no. イリスのいる場所に心当たりは？イリスは活動範囲が広いからな。Listen, we are not about to go down this road. We cannot. Are there any places that you can think of that I don't know about? 伊達が知ってるかどうかは分かんないけど、小金横丁って飲み屋街があるでしょ。パパはそこにあるマーブルってお店の常連だったんだ。そのお店の人ならパパについて何か知ってるかも。Alright, well, let's head out. レムニス、松下食堂。それからマーブルか。わかった。とにかく行ってみよう。Alright, let's go to the new place first. Let's get a feel for that. Oh boy. As a matter of fact, I'll end it here for now. And next time where we pick up, we'll investigate all three places and, good God, man. This is going to be rough. This is going to be a long day. But, I'll certainly keep y'all posted. See you on the next one. Peace.